演奏したいと思います。では、どうぞ。
今日は最後の曲になりますが、最後の曲は、アリスさんの作曲なんですよね。アリスさんの漢方です。それで、私がアリスさんと出会ったのはこの曲のおかげなんですけれども、プラネットバンブルというね、グループの曲を私が初めてウブドに来た時にアリスさんのお店で買ったんです、はい、そしてそれを聴いてみたお店に来た時にアリスさんに会えたんですけれども、ということでアリスさんととして、ウブドのミュージシャンとの、私がつながれた曲というか、ね、ギャザリングという曲を、届けしたいと思うんですけども、最後に今日遊びに来てくれている、ミュージシャンの方がいるので、藤川さんで、ピアニカで、藤川さんは今日初めて会ったんですけど、ね、音楽っていうと本当に言葉が日本人の人だから通じるけど、ココさんとも初めて会った時に言葉がうまく通じなくても、ね、はい、マイク、OK、チェンジするから大丈夫。Gracias.